効率よく殲滅といこうか。今なら皆さん、あなたにこんなこと、何をしましょうか。そこで何をするの。こんなのやめなさいよ。僕の番だ。箱崎チカ、行くわよ。えい、弱いわ。やあ、そこで、やあ。なかなかやるじゃないか。ロキナさん、僕の番だ。へい、そこ。へい、次は誰だい。はい、やあ。私たちの勝利です。任せてくれ。セイセイセイ、あたくしの番ですよ。次は誰。そこで、そこになりました。やめなさいよ。行くわよ。邪魔よ。何をしましょうか。あとはお願いします。誰にしようか。そこ、ヘイセイヘイ、俺が全部終わらせる。チェーン。強くなった。お姉様助けて。何をするの。誰にしようか。はい、や、私の番ですよね。いや、こちら、何をしましょうか。そこです。誰にしようか。そこ、はい、私の番ですね。アイテムを使います。私の番だね。やーりー、僕の番だ。忍びが負けるな。そこ、そこ、私の番ですね。蘇ってください。なかなかやるじゃないか。しましょうか。覚悟。誰にしようか。セイ、そこ、僕の番だ。忍びが負けた。セイ、セイ、何をしましょうか。蘇ってください。誰にしようか。飛ばされなくてよかった。やっ、ベノムマジック。僕の番だ。そこ、そこ、急所はそこか。誰にしようか。まさかここまで苦戦するなんて。どんどん強くやり、強くなった気がします。油断しましたね。誰にしようか。セイ、セイ、急所はそこか。私の番ですね。やっ、違いないわ。やあ、やあ、はい、覚悟。こういう戦いもあるようですよ。手加減してくれてもいいんじゃないか。手加減してくれてもいいんじゃないか。次は誰だい。僕たちの勝利だ。僕の番だ。やあ、へい、急所はそこか。今ならお姉様が、あんなことや、こんなこと。お姉様が褒めてくれる顔が浮かぶ。はい、そこです。こういう戦いもあるのですよ。手加減してくれてもいいんじゃないか。弱点はそこだね。箱崎近い。これがお姉様への愛よ。えい、えい、こういう戦いもあるようですよ。
手加減してくれてもいいんじゃないか。あんなこと、こんなこと。えいっ、はぁ、あ、なんだそう。さあ、急所は次は誰だい。そこで、えい、もう一撃、いかがですか。あたくしの番ですね。邪魔よ。受けてみた。誰にしようか。さあ、なかなかレベルアップ。アートの上で、まさか僕まで戦場に立つことになるとはね。はい、やっべん、タコザキチカ行くわよ。ただの教祖と思わないことね。私の番ですね。やっ、もう一撃、いかがですか。カットしますね。悔しき、悔しき。いや、いや、誰にしようか。さあ、簡単に急所はそこか。タコザキチカ行くわよ。弱い。私の番ですね。えい、やっ、私たちの勝利です。レベルアップ。やはりどんどん強くなるよ。教師だからって甘くないでください。誰にしようか。はいはいはい、急所はそこか。箱崎地下行くわよ。次は誰。くれるに違いないわ。何をするの。はい、捕まえました。任せてくれ。はいはいはい。そこ、次は誰だ。ロキドさん、はぁ、飛び出されなくてよかった。やあ、覚悟を使ってしますね。任せてくれ。はい、ノワールのようにはいかないけどね。箱崎チカ行くわよ。やっ、やっ、はぁ、何をしましょうか。えい、ファイ、そこで覚悟、もう一撃いかがですか。誰にしようか。やっ、へい、急所はそこか。今なら許せない。あなた、こんなこと。あたくしも意外とやるでしょ。おお、レベルアップ。一気に行くわよ。誰にしようか。さあ、さい、ノワールのようにはいかないけどね。今ならお姉様に、あんなこと、こんなこと。これがお姉様への愛よ。はい、ここです。もう一度、いかがですか。やめなさいよ。いや、私の番ですわね。えい、行くわよ。はぁ、任せてくれ。はい、やっ、やっ、私の番ですね。そこで、やりました。やめなさいよ。僕の番だ。ますます影が薄くなってしまいます。効率的に行こう。助かりました。私の番ですわね。ロキ、これがお姉様への愛よ。覚悟。やっ、私たちの勝利です。あなたのおかげで僕はまた強くやったぜ。レベルアップだ。結構ファン the thing。何かしら。
So maybe we get the spray bottle. Hey, hey, hey. This is all my mother's fault. She thought it would be funny to get them drunk. Now they're hyper. And now I'm spot. Okay, there we go. Thanks, Mom. Made them hyper now. Made them drunk. Now they're all hyper. さあ、始めようか。検証はそこか。今ならお姉様にあんなことこんなことをきっとお姉様が褒めてくれるに違いないわ。しましょうか。やあ、覚悟を捕まえました。これしき。いや、僕の番だ。次は誰だい？僕たちの方が一番まだまだ強くなるんだから。僕の番だ。ゆっくり。そこ。私で戦わなければ。ノアルのようにはいかないけど。私の番ですもんね。えい、次は誰？何をするの？凍りつきなさい。やめなさいよ。今のお姉様にあんなことこんなことをきっと。姉様が褒めてくれるに違いないわ。覚悟覚悟しますね。こういう戦いもあるようですよ。僕の番だ。そこ、そこ、急所はそこか。私の番ですわね。えい、ロキ弱いわ。私の番ですね。そこです、そこです。おまけです。誰にしようか。やっやっ、見よう見まねでもなんとかなるものだね。あたくしの番ですわね。ロキナさん、やっ、はぁ、僕の番だ。そこ、僕たちの方が一番強くなった気がする。ネプテューヌ、ずいぶん遅かったではないか。その声はマザコンヌ。誰がマザコンヌだ。いい加減に覚えろ。いや、だってこれってもうお約束じゃん。シリアス展開になると思いきやコミカル展開に変えるとはさすがだな。Oh, that's funny. 楽しい雰囲気に場を変えるのも才能だね。あなたがいるということは、どうやらここにイストワールが封印されていることは。その通りだ。
鍵のかけらを揃えた貴様ならきっとたどり着くと思って待っていたぞ。そっか、何か引っかかると思っていたら。どういうこと、ノアル？簡単なことだったのよ。鍵のかけらを揃えた私たちがここに来ることなんて。いけない、ネプコ、あんたは逃げて。せっかく誘い込んだのだ、ゆっくりしていけ。倒せばいいだけよ。どんなモンスターを出そうが今回もぶっ飛ばしてやるぜ。だといいのですが。ネプネプ変身です。いい、ネプコ、無理はしないで。あいつの狙いはあんたなんだから。ええ、わかったわ。ネプちゃんには指一本触れさせないよ。いいだろう、貴様らがどこまであがけるか見せてもらおう。 Oh, is that a challenge? お手合わせよろしくお願いします。 Oh god, it's another one of those. 誰に弱い、oh, and someone hit kill. あんなことやこんなことを。死ぬなら、you game. お姉様の胸の中で死にたく。You make it impossible when you do one hit kills. なんてパワーなの？くそ、私たちが束になっても勝てないだと。当たり前だ。貴様ら3人から奪った女神の力を解析し、モンスターを作り出すなんて何も驚くほどのことではない。貴様らがエネミーディスクと呼ぶあのディスクはやっぱりてめえが。その余裕気に食わないわ。一回勝ったくらいで調子に乗るんじゃないわよ。ほう、まだ息がいいのか。ならこいつの真の力を見せてやろう。ネポ、どういうこと？女神化が解けたっていうの？それに力が入りませんわ。くそ、どうなってやがる。言っただろ、女神の力を解析し対女神用として作り出したモンスター。いけない、ネプコ逃げて。アイちゃん、けど美しい友情劇だな。だがネプチューヌ、貴様が逃げればここにいる連中を皆殺しにするぞ。そんなのハッタリよ。いいから逃げなさい。ならハッタリかどうか貴様の命で証明してやる。アイちゃん、どうだネプテューヌ、貴様の力を差し出せばこいつらの命は助けてやるというのは。私の力と交換？そうだ、悪い条件ではないだろう。貴様が持つ女神の力と交換だ。コピーではなく差し出してもらう。そんなことしたらネプネプが女神さんじゃなくなってしまうです。ネプテューヌには何度も苦渋を飲まされてきたのだからな。コピーではなく力そのものをいただく。そんな、ネプちゃん逃げて。てめえの力まで奪われたらこの世界は終わりなんだ。構わず逃げろ。けど、それじゃみんなが。こんなところで簡単にやられるほど私たちはやわじゃありませんわ。誰かを守ることこそ忍びの役目だから、行って。みんなあなたのために覚悟を決めてるのよ。いつまで迷ってるの？ネプコ、分かったよ。私の力をマジッチにあげる。だからみんなを助けてあげて。バカネプコ、何考えてんのよ。私の女神の力でみんなが助かるんだったら安い取引だよ。それに記憶がないせいかな、女神であることに執着とかないんだよね。ネプネプ、 you could kill them all, though. ネプコのバカ。みんなの命に比べれば女神の力なんて安いもんだよ。賢明な判断だ。
ではそこでおとなしくしている。エリエ、やっと四つに分かれた女神の力をすべて手に入れたぞ。これで私は真の女神に、いや、それすらも超越する。約束だよ、みんなを助けて。つくづくおめでたい頭をしているな。あんな約束誰が守るものか。そんな、約束したじゃん。私の力をあげる代わりにみんなを助けてくれるって。なんとでも言え。所詮は弱者、負け犬の遠吠えにしか聞こえん。そうだ、せっかくだ、メイドの土産に面白い余興を見せてやろう。これを見ろ。この本こそ貴様らの探すイストワールが封印された姿だ。それがイーシュン？おい、イストワール、聞こえているのだろう。やっと私は真の女神へとなったのだ。マジコンヌ、見ろ。と言っても今の貴様にはこの女神どもが這いつくばった無様な姿は見えないのだったな。あなたという人は、早速だがイストワール、貴様の力を使わせてもらう。それはいくら四つの女神の力をその身に宿したあなたとはいえ。ならば無理にでも貴様の力を使うまでだ。まさかあなたにそんなことができるはず。できるんだよ。そのために何百年も準備してきたんだ。さあ師匠イストワールよ、人々の威風と女神キラーを媒体に魔王ユニミテスを作り出すのだ。はぁ、あ、おかわらをそんな嘘でしょ。ユニミテスってあいつが広めた架空の魔王じゃなかったの？その通りだ。だが文字通り人々の想像から想像してやったの。Oh, no. 何よそのバカげた話は。そうですわ、きっと何かトリックがあるに違いませんわ。なんだ貴様ら、何もイストワールから聞かされていなかったようだな。このイストワールを使えば神羅万象、ありとあらゆる出来事を意のままにできるのだよ。今は無理やり力を引き出したが、それでも十分なほどだ。このゲーム業界を滅ぼすにはな。You terrible witch. キースンさんにそれだけの力があるなら、コサコサコンパ。なるほど。さあ次の余興を始めようか。女神の殺戮ショー？なんだ、それだけの力を持ってするのが弱い者いじめなんて。なんだと？コサコサ、だってそうでしょ。弱い者が強い者を倒すのならまだしも、瀕死の女神様たちや私たちをいたぶろうってんだもん。ラスボス並みの大物かと思いきや、どこぞのパンツ一丁に頭巾とマントを羽織った王冠を盗んだ盗賊以下の小物じゃない。貴様、言わせておけば。コサコサ、だって事実でしょ。それにそこで怒るってことは今の自分が小物同然のことをしているって思ってる証拠じゃない。違う、誰が小物だ。私はな、女神すらも超越した完全なる神なのだ。お前が思うんならそうなんだろう。お前の中ではな。ほう、珍しく気が合うな、白の女神よ。ただ思ったことを口にしただけよ、大はないわ。カサ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 、貴様らまでも私を愚弄するか。処刑してやる。今です、ヒースンさんゲットです。ぬ、貴様、逃げるです。ランコンポ、ナイスよコンポ。入っちゃう、怖かったです。
しよし、頑張ったわね、コンパ。ネプネプが私たちのためにあそこまでしてくれたんです、コンパ。イストワールさえいればきっと正気につながるはずですわ。みんな逃げますわよ。誰が逃がすものか、この場でまとめて血祭りにあげてやる。行け、ユニミテスよ。やっぱ簡単に逃がしてはくれねえってか、めんどくせえ。せっかくコンパが作ってくれたチャンスなんだから、やられてたまるもんですか。ここは私たちに任せてもらおう。そうよ、今度は私たちがネプコを守る番なんだから、いざ尋常に勝負。やれやれ、どうやら君が一番厄介なようだ。そこそこ、よし、トリコロールオーダーだ。箱崎千佳、行くわよ。どきなさい。お姉様が褒めてくれるに違いないわ。え、やあ、アイスホールド。なかなかやるじゃないか。何をするの。へい、さい、さあ。ノワールのようにはいかないけど。今ではお姉様に、あんなことに、こんなこと、ただの教祖と思わない。何をしましょうか。そこです。はい、はい、捕まえました。僕の番だ。へい、へい、やあ。ノワールのようにはいかないけどね。今のお姉様に、違う、oh, ことを。これを。すまない、何をしましょうか。助かったよ。アイスコフィンです。やっぱり私の番ですね。私なんかじゃ。これを。ありがとう。僕の番だ。この場合はこれだね。これが取れなくてよかった。これはどうですか。箱崎千佳、行くわよ。これを。誰にしようか。そこ、そこ。すまないね。悲しき。お姉様に、あんなこと、こんなことを。行く、きっと。お姉様が褒めてくれるに違いないわ。え、覚悟。おまけです。やめなさいよ。手加減は一切しないから、そのつもりで受けてもらおう。これで取り戻る。今ならお姉様にあんなことやこんなことを。お姉様から教わった究極装備で褒めてあげるわ。行くわよ。覚悟はいいかしら。魂のかけらすら残さないわ。私の番ですね。使います。僕の番だ。お姉様の胸の中で死にたか。この場合はこれだね。お礼は倍にして返してあげる。何をしましょうか。アイテムを使います。誰にしようか。効率的に行こう。箱崎千佳、行くわよ。レイニーガトナビュラ。何をしましょうか。こう見えてもロムとラムの魔法の先生なんですね。あげて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 。あの子たちには劣りますが、最大魔力でお相手します。So embarrassing. いかがでしたか。
it's so close.僕の番だ。倒させてもらうよ。やめなさいよ。誰にしようか。ノワールに教わった授業がここで役立つね。今ならお姉様に。あ、レイニーガトナビュラ。カモン。何をしましょうか。凍りつきなさい。あの子たちの前でなんて情けない姿を。チャラララッチャッチャッ。やはり。邪魔やがれ。何が魔王だ。空想だか想像だか知らねえがぶっ倒してやったぜ。I almost didn't though。 何がおかしい。ブラン、あれを見て。 Okay, came back. 復活しやがっただと。わわ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 、一体全体どういうこと。 That's not good. 言っただろ、人々の想像から想像したとな。まさか、いえ。もう何よ、自分一人で分かったふりしないで。おそらくあれは人々が想像する魔王をイストワールの力で具現化した存在。それじゃ無敵じゃねえか。なやつ相手にどうしろってんだよ。ようやく理解したか。だがもう遅い。ユニミテスよ、今度こそ葬ってやれ。みんな目を閉じて、そしてまっすぐ走って。Run。なんだ、目くらましとは呼吸な。まあいい、すべての女神の力を手に入れ、そして魔王ユニミテスさえ創造した今、ゲーム業界もろともまとめて葬ってやるわ。なあなあビッチ。やっとついた。冷たいプリン。プリンってあんた、水じゃないのかよ。 I know, right? 私も、もう一歩も動けないです。さすがの私も、もうダメだと思ったわ。ほんと、今回はマベちゃんの気さくに助けられましたわ。あなた、いつもあんなの持ってるの。忍びとしてどんなことが起きても対応できるようには。まあ使わないことに越したことはないんだけどね。とりあえずなんとか逃げ切れたけど、いよいよ本格的にヤバくなってきたわ。 Yes, it is. はあ、まさかネプテューヌがあそこまで聞き分けのない子だったなんて。あれほどマジェコンヌに力を奪われてはいけないと言って。ダメ神ね。何この言われよう。あの、お疲れのところ申し訳ありませんが、ことがことなので一刻も早く私。おお、そうだった。逃げるのに精一杯で、すっかりイースンのこと忘れてたよ。そうです、こっちにはイースンさんがいるです。イースンさんなら何とかしてくれるはずです。そんじゃ早速って、イースン、封印ってどうやって解くの？鍵のかけらを組み合わせることで一つの鍵になります。なるほど、それを使って本についてる鍵を外せばいいんだね。立体パズルみたいです。これがこうで、こっちがこうでしょ。これはこっちではないか。あ、じゃあこのパーツはこっちじゃない。じゃあこのパーツは、向きを逆さにすればここに入るはず。そんでもって、これが最後のパーツね。アイちゃん、最後は二人の共同作業ですわ。ベール様と共同作業。あら、何を照れていますの。相変わらず
愛ちゃんは可愛らしいですわね。うん、私が作ろうと思ってたのに。ごめんなさい、じれったくてつい。じゃあネプネプはイースーさんを解放する係で。ありがとうコンパ、やっぱり持つべきものはコンパだよね。それじゃあ開けるよイースン。ありがとうございますネプトゥーヌさん、そして皆さん、これで封印が解けました。イエーイ、嬉しい。 Oh, you're so cute. お初にお目にかかります。私がイースンことイストワールです。 Oh, you're so cute. これまでのあらすじ。鍵のかけらを4つ集めたネプネプ一行はイースンが封印されているダンジョンを発見。だけどそこで待ち受けていたマジコンヌにより私の女神の力が奪われてしまうのだった。でもって、マジコンヌはイースンの力を使って魔王ユニミテスを作り出してって言ったけど、なんとか隙をついてイースンを取り戻して命からがら逃げ帰ったコンパの部屋で唯一の希望を託してイースンの封印を解いた時。あ、she's so cute。私がイースンことイストワールです。なんか期待したのと違う。師匠の時とは体が違いますからね。しようって、いや確かにゲームとかでも質問に対してしようですって言われればそれで終わりだけど、しかもセリフに顔文字つけてキャラ付けしてるし、やっぱなんか違う。うるさいわよネプテューヌ。そうですわ、セリフに顔文字をつけるなんて今に始まったことではないですわ。 Exactly。 あ、ちなみにメタ発言になってしまいますが、このシリーズで最初に顔文字をつけたのは私ですからね。イースンさん、ちっちゃくて可愛いです。イストワール、復活してすぐで悪いんだけど、マジェコンヌとあの魔王ユニミテスをどうにかしてくれな。あれ、聞き間違いかな。今私がついでだったよ。申し訳ありませんが、今の私にそのお願いを叶えることはできません。困るわ、私たちはあなたの力が頼りで復活させたの。きっと何か理由があるのですわね。はい、お話ししましょう。私にはあなたたちには話さなければいけないことがたくさんあるんです。さて、一体どこから話しましょうか。とは言っても私が知っていることもそれほど多くはあります。はい、じゃあ私が質問するです。イースンさんは何者なんですか。いきなり直球な質問ね。Exactly. 私はもともと女神様の力の一部なのです。先代の女神様が自分が好き勝手して道を誤らないよう、水、そして残りの層の力でネプテューヌさん、ノワールさん、ベールさん、ブランさんを作ったのです。4人の女神様には先代の女神様の代わりに大陸の守護と管理を、そして私には女神様の補佐とこのゲーム業界の歴史を記録する役割が与えられました。へえ、私ってそうやって生まれたんだ。驚きましたわ。あのベール様、ネプコはともかくベール様も知らなかったんですか。ええ、物心ついた頃にはネプテューヌたちと戦っていましたから。そういえばそうね、母親のような人がいた気がするけど、正直声すら覚えていないわ。あ、その人がマジェコンヌですよ。ちょっとイースン、それどういうこと。つまりマジェコンヌが私たちのお母さんで先代の女神だっていうの。あの人が私たちの生みの親だなんて。生理的に無理。
すごい嫌われようですね。けど安心してください。女神様たちが互いに戦い合うよう仕組んだ母親のような人はマジェコンヌですが。もうそれならそうと早く言ってよイース。けどなんでマジェコンヌが私たちの育ての親ポジションなの？先代の女神様が四英雄と呼ばれる人間たちに撃たれたのは知っていますね。その話なら聞いたことがあるわ。傍若無人な振る舞いをする女神を四人の英雄が撃ち倒して改心させたんでしょ？そして改心した先代の女神さんはネプネプたち四人の女神さんを作り、伝承やおとぎ話では四英雄が先代の女神様を倒したことになっていますが。まさかそれが。はい、それが人間であった頃のマジェコンヌです。他人の力をコピーできるという珍しい力を持ったマジェコンヌの協力もあり、なんとか先代の女神様を倒した英雄たちですが、その時の戦いの傷が原因で死んでしまいました。なので4人の生まれたての女神様を私とマジェコンヌで育てるはずでした。四英雄に協力者がいて、しかもそれがマジェコンヌだったなんて。びっくりです。歴史的大発見です。しかしある時マジェコンヌに異変が起こりました。先代の女神様との戦いでコピーした力を捨てきれず、その身に宿し続けた結果、人の身には過ぎた女神の力によって身も心も蝕まれてしまったんです。まさに悪落ちね。それからマジェコンヌは力だけを求めるようになり、さらに世界を支配する神様になることを羨望するようになりました。一つ気になることがあるわ。どうしてマジェコンヌは直接私たちを倒さなかったの？先代の女神様の力のコピーを宿しているとはいえ、マジェコンヌは人間です。生まれたてとはいえ女神様を倒すだけの力はなかったのです。 Yeah, that's good. そういえばベールとかブランに変身しなければマジェコンヌって弱かったよね。言われてみれば確かにそうですわ。ですが先代の女神様の力のせいか、コピー能力だけは格段とパワーアップしたのです。なので皆さんが手を取り合わないよう互いを憎ませ、そして戦わせて弱ったところで力を奪おうと考えていたようです。そうなら今までのマジェコンヌの行動や私たちが戦い合っていたことに納得がいくわね。それで私たち全員の女神の力を手に入れたマジェコンヌの目的は何なんですの？魔王を作ったり大陸同士の戦争を引き起こそうとしたりするなんて。完全に力に蝕まれたマジェコンヌが何を考えているか分かりません。しかし世界をゲーム業界を滅ぼそうとしていることだけは確実です。マジェコンヌのことはなんとなく分かったわ。次はユニミテスを倒す方法を教えて。方法は簡単です。人々が魔王なんていないと思うようになればユニミテスの存在。そうなればユニミ…確かにその方法なら倒せそうね。けどどうやって人々に魔王はいないって思わせるですか？向こうはユニミテスの使いを使って長い時間をかけて偽りを広げた。それにすでにユニミテスが存在している以上、嘘を嘘だと言っても。 Exactly. けどさ、それしか方法がないならダメでもやってみようよ。そうね、こればっかりはネプテューヌの言う通りだわ。嘘を嘘だと見抜けなければネット掲示板は使うのが難しいと言いますし、私もやれるだけやってみるわ。もう誰よこんな重要な話をしている時に空気も読まずにやってくるのは。はいはい、いますよ。急いで避難してください。どうしたの？なんかあった？パープルハート様がプラネテューヌに戻ってきたんだ。いやいや、それはないって。だってパープルハートはわた…あんたは余計なことは言わないの。それと避難がどう関係あるんですか？
理由はわからない。だから結論を言おう。なぜかパープルハート様が地下プラントを破壊しようとしているのだ。なんです？教会での総力を決して阻止しようとしているが、正直止められるとは思えない。だからもしもの時のために急いでシェルターに避難してくれ。これはこれはご丁寧にありがとうございますです。ああそうだ、あとこれを渡しておくよ。この間君たちに頼まれた資料をまとめておいたから置いてくね。それじゃあ。そんなこと分かってるわよ。どうせあなたから奪った力を使ってマジコンヌが悪さしているんだ。誰よ。あら、今度は私ですわね。私も。はい。お、これは定番のパターンかな。Everyone's gonna be having their things there. なんだと。どうしたんですか皆さん。ラステーションにも私の偽物が現れたみたい。リーンボックスにも私の偽物が現れましたわ。奇遇ね。証拠にもなく、ルビーにも現れたわ。ほら、おそらくマジコンヌが生み出した偽物でしょう。これはパーティーを分けるしかありませんね。助っ人なんていらないわ。偽物なんて私一人で十分よ。ちょっと待ってください、ノワールさん。何？用なら急いでくれる？なぜ女神様たちの偽物が今になって現れたのか気になるんです。そんなの、私たちになりすましてシェアを下げるためじゃないの。確かに、ユニミテスを想像してマジコンヌ自体も私たちより強いはずですので。じゃあ、狙いは別にあるってこと？けど、全く思う。そういう時はもう一度最初から調べて考えてみるです。そうね、ちょうど教会の人が持ってきてくれた資料もあるし、下界の人間視点で振り返って。私歴史とか難しいの苦手なタイプなんだよね。そんなネプネプには私がパソコンを貸してあげるです。ところでネプテューヌさん、以前約束したことなんですが。約束？私、イーソンと約束なんてしたっけ？きっと、イーソンさんの封印を解いたら、ネプネプの記憶喪失を治す約束です。そう言われれば、そんな約束してたね。ごめんごめん。ネプテューヌさんさえ良ければ、今すぐにでも記憶の修復を行いますよ。ああ、それはパス。やっぱあの約束なし。どうしてですか、ネプネプ。せっかくイースーさんが直してくれるですよ。そうよ。そのために今まで頑張ってきたんじゃない。確かにそうなんだけど。どう？だって、私がこうやってノワールたちとお友達になれたのって、ノワールたちが憎いっていう記憶がなかったからだと思うんだ。もし、私が記憶を取り戻しても今まで通りノワールたちと付き合えるか正直不安。確かにネプテューヌのおかげで今、バラバラだった私たちをネプテューヌが結びつけたと言っても過言ではありませんわね。そういうこと。せっかく一致団結したのに、ここで私が輪を乱すわけにはいかないよ。ネプテューヌ、あなたの本心はどうなの？さっきから聞いていれば、私たちのことばかり気遣って。ありがとう、ノワール。気遣ってくれて。けど、私の本心も変わらないよ。せっかく仲良くなったノワールたちとは、楽しい思い出ばかりなのに。まったく。そういうことだから、イーズ。せっかく直してくれようとしてたのに、ごめん。いいんです。ネプテューヌさんが、自らそれを選んだんですから。で、歴史の資料はどうだった？ダメね。さっきイストワールが説明してくれたことと同じくらいのことしか書いてないわ。アイちゃん、この伝説の武器って何ですか？さっきのイースンさんのお話にはなかったですよ。これは
ここ下界から女神様が住んでいる天界に行くための道を切り開いて、さらに女神様にとどめを刺した英雄の武器のことよ。確かおとぎ話だとこの武器ってあまり書かれてないのよね。アイフさん、それです。それって英雄の武器のこと？はい、英雄の武器は女神様の天敵とも言える武器。なるほど、読めたわ。で、その伝説の武器っていうのは？4つの大陸に1つずつ祀られています。やっぱり不安要素を全て排除するつもりなのね。それに手詰まりだったマジェコンヌを倒す方法も見つかった。そうと分かったら先回りして回収するわよ。ところで伝説の武器ってどこにあるの？知らない。私も特に興味もありませんでしたし、場所までは存じませんわ。私も話しか聞いたことがないわ。ダメだな、三人とも。女神様なんだからそういうことは知ってなきゃいけないんだよ。そういうネプチューノはどうなのよ。私は記憶喪失だから知らなくて当然だよ。だと思った。ネプコの場合は記憶があっても知らなそうだけどね。そんなわけでイース、伝説の武器の場所教えて。わかりました。けど調べるのに3日かかりますよ。3日も待てないよイース。ゲーム業界の歴史は膨大なので、整理したり検索するのにそのくらいの時間が必要なんです。これではまだぐむった方が早そうだな。ハイテクそうに見えて実はイースンってポンコツなんだね。うか、誰がポンコツですか。誰が。言っておきますけど、歴史をすべて記録するなんて。うわ、イースンが怒った。ねえ、偽物の目的が伝説の武器なら、偽物の後をうまくつければ伝説の武器のありかにたどり着けないかしら。おお、アイちゃんナイス。それはさすがの私も思いつかなかったよ。別に普通のことだと思うんだけど。ってなるとチーム分けが必要ね。今回ばかりはみんなで順番に大陸を巡るわけにはいきませんものね。それにネプテューヌが女神化できない以上、プラネティウヌの人数が多い方がいいわ。偽物との戦闘になるのは間違いないわ。今回は偽物とはいえ女神様が相手ですから、ネプテューヌさんは残った方がいいかもしれま…まさかのここで戦略外通告。主人公にあるまじき扱いだよ。ならばプラネテューヌは私たちに任せてもらおうか。そうだね、今までネプちゃんに守ってもらった分、今度は私たちが頑張る番だよね。お二人ともお願いします。私たちは一人で十分よね。構わないわ、偽物なんかに負けるつもりはない。では決定ですわね。あの、私とアイちゃんはどのチームに入ればいいですか？アイちゃんには私と一緒に来ていただきたいのですが、お二人にお任せしますわ。ネプテューヌを見張っているもよし、私たちの後を追ってもよし。そういうことだから私たちは先に行ってるわ。なんか置いていかれた気分だよ。でも、でどうするの？みんなが帰ってくるまで待ってるつもり？まさか変身できないからってくすぶってるような私じゃないってことは二人が一番知ってるはずでしょ。それでこそネプコよ。ならネプネプの偽物も他の女神さんの偽物もみんな倒しちゃうです。コンパ、無駄にハードル上がってない？それとも私の聞き間違いかな？ハイトです。ネプネプ。諦めなさいネプコ。仕方ないか。そんなわけだからイース、ちょっとお出かけしてくるから。その様子ですと止めても無駄のようですね。けどくれぐれも気をつけてください。I will save. I will see you guys next time. Bye bye.